出る勝てる。いやーいい試合だったな。熱輪だったら。初戦今北斗丸来ました。初戦今北斗丸が。あーでも残念。残念。リセット。テフニッシュは乱入してなかった。さあ2P側テリー、ワンピー側トリー。まあルーレットの付き物ですからね。ルーレット明らかにね偏りがあるんだよねガロー。なんかあとホタルと鳥出ませんやたら。うん。明らかにねカインとグラントは出現率は低 い、 薄いです、ね。うん、それは間違いないんだけど、うん、まあなんだかね隠しキャラだから出現率は低い。割れなかった。さあグリフォンの怒りゲージがしっかりダンクダンクバスタルフ。それ半角半角。あばばばばあばばばそれ半禁止。初戦何やかんやでいろんなキャラ使いますな。さあ投げからグリホール。減るよなこれ。これ減りますねやっぱり。数字を投げとは思えない。さあ片目画面端ジャンビーダンクバスタルフ TOP ショナルでライダメージ壊し壊し。さあいやあダンクダンク。あっという間に勝ったのは剣僧初チーム。ガチやなこいつらな。次俺とアツさんのチームとゴンさんコロスタスさんのチーム。あコロスタスさんとこサービーあっさん、あっちゃん試合ですよ。あっさんどこ行ったの。あ今来た。寒い。あもはや寒くなってきたんだけど。ワンピーガーが、ツボプラスアツチーム、アツテリーとツミガがゴンズコロッサスでコロッサスロック。おいやでもこのキャラやることは分かってるでしょみんな。でも関西の人はね相当このテリーっていうキャラにねトラウマがあるはずだから。アメマンさんに相当やられたはずですよこれ。結構ね相手数ドロックってめんどくさいんだけど自分で使ってみたら弱えみたいなね。あーでもなんだかんだいい勝負だからこれはいけるんじゃね。なんか頑張れば。さあ1ラウンド目は関西勢のアツさんです。バンク対クーバーサルフで消費なんで置き攻め付き。おおできる。まあ TOB 中であの威力だからね。まあこれ半角だね。でおおクラックカウンターでゲージシャメか。レイジランで近づきつつゲージシャメするかと思ったけど。あーうまい。わーできるわー。さあ乱入していただきましょう。次はツボくんとゴンズさんで 1P 側がツボくんで 2P 側がゴンズさん。おおカインカインドハン。いやーこれは多分ドーハンの方がしんどいんじゃないかな。ドーハン使ったことないと本当に使い方がよくわかんないキャラだからね。さあライメイゾン、まあこうなってまあズレ飛んでくるよね。でシュースでしょ。
んだかんだリードしてんの、ゴンさんのドンファン。おいしい。あー、西井雷鳴団じゃん。うん、西井雷鳴団が多分確定したと思う。からの、あー、ボードイドもいるじゃないですか。あ、俺カイン使いがいてもいいじゃないですか、こんなとこに。うん、なんか特にまあカインってね、まあ使えないよね、みんなちょっと癖あるよね。やることは分かってんだけど、うん、とりあえずあのゼールセットプレイヤーもうそれ知ってるよみたいな。うん、そうそうそう。とりあえずなんかラズバンサして受け身のゼール出した後にとりあえずダッシュしてシュトゥースバナッシュみたいななんか起きるよって。そう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 、そこにどう持っていくかだよね。あと、うん、それだけなんだ。うん、そこに持っていく方が事故とかそんなんだからだいぶ嫌われんだよね。ゴーさん今結構可愛いムーブをしてる。金にキャンセルフェイントからの足ビンタみたいな。おお、今度は繋がってるけどなんか可愛い。あのなんか下下げって実はマイナス1なんですよ、当たってる。あ、そうなんだ。マイナス1で。しないよね。それほどリスクないってことか。壊れても大丈夫みたいな。これガード安定でしょ。おお、バックして、バックして。知ってる。投げてる。どうすんの？ダンビー。めくりだとやっぱランス暴発しちゃう時があるから、パンツァーとかに。ああ、そうだね。ガード方向に入れながらやろうとしちゃうと、まあ飛び越えられた瞬間に前ためになっちゃうからね。でこの状況かに相当強いんだよね。ああ、そうです、終わった。さあここから C 割れて、いやできる、わかります。すごい安定コンボを選んだら失敗したみたいな感じ。そう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 、でも冗談先でいいやみたいな。もう冗談先で PC キャンセルフィントなんかミスりそうだなみたいな、やめとこうみたいな、やめとこうみたいな。そしたら下げ下げみたいなね。おー、怖い。しゃがみ立ち見俺様。お、あ、ああ。新カードあるからね、ガチャンできるね。勝ったのはツボチーム、ツボ初チームですね、決勝。うん、時間余ってる三決やればいいんじゃね。三決やりますか。で、ティファニーチームとゴンズコロッサスチーム。ゴンズコロッサスチーム。な、大会の進行早くていいですね、ランダム大会。そうだね、まあ結局リセットしなくていいってのがでかい。おっ、マルコ引いてるじゃん。あ、マルコ引いた、マルコ引いてるじゃん。確かに、あれ、まあでも分かんない、初めてだから分かんないです。いやでもまあメインキャラをね外すっていうのは当然ありっちゃありなんだけど、まあ相方が使えなかったらそれはそれでかわいそうだから。確かに。さあ、ティファニー君と思いきや筋肉マングレートさんがマルコを使っている。2代目筋肉マングレートさんですね。え、いやメインじゃないでしょ俺、ジェフ。だからメインキャラ使ったみたいなこと言われるけど、ジェフ超使ってるじゃん。え、いや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 、サブぐらいには入るでしょ。まあ、サブだけどさ。でしょ。さあ、そこからめくりっぽいけど、出来上がった。ゴーサス、さあ、ラッシュして裏当てになるんです、これ。コッパン拍手。さあ、合計根元から当たって減った。うわー、そういうことしちゃうかこれね、対戦経験ない人は超辛いんだよね、空投げのきつさってのは。対戦して初めて分かるみたいな。でも筋肉マンコースは普通にマルコもなんかうまく使ってますね。とりあえずコーサさんゲージ溜めている。なるほど。大事。まあ、でもなんかコロサさんこれなんかなんかやってくれますよ、これ。なんかやってくれますよね。なんかさっき結構そういうの大事なんで。あ、あれ？あれ？さあどうすんの？あ、あー、あー、まあしょうがないしょうがない。さあコパン？あれ？投げる。からの。コロサさんだからね。そうそうそう、まあ、そうそうそう、ね、なんでもね、多分ホタルでも仕込んでるっぽいよ。おい、しっかりからの勝ちにいってんじゃん。からのコーサーさん、コパンから低少ランキー狙ってる感じはしたんですよ。くぐりコパンからの今の。そう、だからでもタイミング合わない。
ただが軽やかすぎたみたいな感じになってるんですけど、まあグリフォン使いとしては他のキャラなんかジャンプ軌道がやっぱやりづらいよね。おおおおおあ、でもカサダリ、カサダリ、カサダリ、いやでもカサダリ、カサダリ、こっちのカサダリの方がやばい。そうこれどうす、どうす、どうすすか、どうす、どうす、どうすすか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 、殺すすか、ジャストできないか、ジャストできないか。今のは通常ジャンプ攻撃だからね。今度ロック、ゴンズさん、テフニホタル、テフニホタル対ゴンズロック。ゴンズさんでもなんかロック使ってるの見たことあるような気がしないでも、ね、たまにやっぱなんか怪キャラ出やすいよね、こうやって見てると。まああのルーレットの2人が出づらいから、まあそしたら怪キャラっていうのも7人いるから12分の7ぐらいが怪キャラ。そうか、そう考えると多いってことか。まあそうだよね、そもそもそうボスキャラ2キャラが強キャラだから。ゴンさんゲージ貯める、壊し空投げ、あああれ連鎖にならないんだよ。これデフニ君がウィニングポイント、マッチポイントか。みんなな空投げ知ってんな、やっぱり。さあしっかりと繋いで、うわー、ちゃんとタッチジャストしてる。ロックの金にね、タッチジャスト限定だから。投げ暴れ、5番から金にしゃがみ、5番暴れ、真空投げ、真空投げ1回転 C よ。そう、あの前から回さないとね、暴発した時ダブルレップじゃなくて強発で一番と、マジ涙目になるから。さあしかしなんとなくゴンズロック、この時のロックって相当強いんですよね、うんうん、これマジ一撃は半端ないからマジ、あーあー読み勝ってたんだけどな。 F9 スペシャルやりましょう。 F9、 まあでも F9 スペシャルそもそも真空投げ当てないといけないから。ボタンが違うんだけど、真空投げやろうとして、これはランダムか。うわーできるー、はい、さあどうすんの、からの、からの、あーやむなし。勝ったのはティファニー2代目キンニングワングレートチーム3位ですね、おめでとうございます。じゃあ俺、これケンちゃん決勝だよ。あ、僕っすか、ケンちゃん、はい、うん、ショさんとケンソーチーム VS、アツ&ツボプラスプラスチーム。あ、はい、どうもコスプレから帰ってきたカオトです。なイベント、ね、コスプレイベントあったんけ、撮影会行ってきたんだ、メジロ撮影会、へー、あ、メジロ、そうそうそう、あのまだ落ちきってないからメイク落としがポケットに入ったままだ。メジロ、あー、あっちの方か、さて、よくわからないんですが、大会のルール、ふざけんなよお前よ、何欲しがってんだよケンタよ、すごい、なんかもうどうやって顔してるもん。はい、決勝アツロック VS ケンタ、うーいやーマジもこれ TOB なくなったら負けでいいだろう。これひどいな、ほんとひどいよ、ランダム大会だよね、ランダム大会だよ、全然遊んでないんだもん。こいつよ、ほんとによ、いやーこれさ実況しようがないぐらい寒いんだけどどうしようか。これだってさメインキャラ使ってもどうかっていうさカードなんよ、こいつ欲しがりやがって。いや、空いたとかそういうコメントいらないんで。あー、ないよあ、大丈夫と思います、すいません、はいはい、道を上げてください、はい、あ
もうさ、これさ、回負けてよくね。キュービーなくなったら負けていいね。ね、マジで、それあるね。あ、まあ、はいはいはい。これで 1-1? これ1-1だね。これランドソロでもう、ケンド君負けで。こいつ、せめて最後なんか見せろ。いや、いいよいいよいいよ。せめて最後は、こいつ必死だな。あいつこういう時すげえ必死だよ。そうなんですよ、おじさんも言ってやってください。あいつ必死すぎるんですよ。いや、まああの日月終わったら彼あのもみあげてね、サイレンが待ってるんで。ああ、なるほどね。あの自分で言ったからね。サイレンやるんだ。サイレン、おめえ昨日言ったじゃねえか。次はツボくんのカインとショさんのグリフォン。あ、これはあっちで限りなくに近い僕だっけ。いや、なんかね、相当涙目らしいんだよね。限りなく罪に近い僕だと。いや、ほんとしんどいやろ。まあ、だってこれもうパナしてるだけでいいじゃん、もうカインとは。ほら、パナしたおめえのメインキャラじゃねえかよ。最悪はないよ、これおめえのメインキャラだから。これはあのこの状況を聞きたいんだけど、どうしたら勝てるのか。いやー、でもコロッサスさんね、相当日月前張り切ってて簡易対策しようって言って剣道に超乱入してた時期あったんだけど、完全に全敗してたからね。なんか結論なんか人読みしかないみたいな。キャラ対ないみたいな感じになったけど。さあファイナルラウンド。うわー、あーなんか変なの来る。あー変なの来たー。いやーほら変なの。いやでもグリフォンまだ強み残ってるから、これ大事にした方がいいんじゃね。おーおー、あーあれでもタッチバン確定じゃなかったかな。ジャックランツやったら、いや多分暗い確定じゃなかったかな。下りのみだったらタッチバン潜在ダイルスやったら結構違ったんだけどね。あーもうこいつ割れない。あれ頑張ったグリフォン、やる気ない。あれ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 、いけ。あーこいつよ。勝ったのはツボ。さあこれで決定戦、勝った方が優勝です。あーグリフォン席変えよう。ワンピー側がアツさんの北斗丸で、ツービー側がショさんのフリーマン。アツさん使ったことないらしい。じゃあこれ結構やばいね。ショさんフリーマンは、うん、ショさんフリーマン使ってよ。まあでも動きは明らかに使ったことない感じの動きだから。あー知ってる、できる。あーまさか、いやー来たよ、体力逆転からからのからのさあ、あーこれどっちも死ぬ。いやーい、1ラウンド目はショーフリーマン、これでウィニングポイント。これなんかさっきのカメラ前と違って面白いな。面白いでしょ。何が一番面白いかってこれ決勝だからね。これ決勝、決勝の優勝決定戦だからね。そうねえ、すごいよね。やばいよねこれ。俺が全国大会前のに、あの前夜祭のイベントだからね。何も知らずこっから見たらなんかもう名人様出まくりでしょ。名人様出まくるわねこれ。はい、繰り返してファイナルラウンド。
いやーこれマジわかんないな。決定戦のカードがホストバルフリーマンってのもいいよ。やばいよ、普通じゃまず見れないからね。あー知ってたー。まあでも長期使わないだけまだね、やっぱし両親におほほよれはい、まだ両方ありますね。あるね。おおおおー、そうか、空投げあるもんね、ドーハンもね。うわー、いやー、わかんねえ、わかんねえ、わかんねえ。おおあー、最後ジャンディ勝ったのはつぶむらさスチーム、おめでとうございます。優勝チームコメント、優勝チームにじゃあコメントいただきましょうね。はい、じゃあまずつぼくんから。相方があの関西になったんで最初足引っ張るのに緊張したんですけど、最後ビシッと決めてくれて超かっこよかったです。ありがとうございます。いや関西から来た甲斐がありました。関西に恵まれました。ありがとうございます。おめでとうございます。というわけで優勝チームにはあの優勝商品が、これ彼岸さんですよね。彼岸さんから富士山、静岡、コッコ、旅で出会った可愛い子、こちらがまあお菓子ですね、送られますんで。いやいやいや、この欲しがりはよ。つぼくんあつさん、おめでとうございます。はい、というわけでこれであの前夜祭の第1弾のイベントランダム2-2終わりなんですけども、この後開始7時開始予定の3-on-3、はい、時間厳守、何時に締め切ります、エントリーは。30分前に、10分前、はい、6時50分にはもう完全に締め切りますんで、それまでは必ずエントリー済ませておいてください。斡旋もあります。はい、チーム組んでいただいても普通に、あ、エントリーしといて、分かった、レデンさんエントリーしてくれ。え、レデンさん何使うの、レデン氏何使うの、レデン氏誰と組むの、レデン氏何使うの。別に後でメールしてくれてもいいけど、いいけど、ランダム、あ、わかったわかった、レデン氏ランダムね。はい、まあというわけで、はい、結構な人数が集まる可能性があるんで、皆さんエントリーはお早めに時間厳守でよろしくお願いいたします。はい、あ、参加費100円ですよ。ランダムツオツはさすがにね、まあこんなイベントなんで無料でやっていただきましたが、3-on-3はなんだろう、100円、1人100円払うんで、はい、よろしくお願いいたします。はい、というわけでランダム2-on-2大会この辺でお開きです。ありがとうございました。